皆さんこんにちは、鈴木正久です。今回も YouTube ご覧いただきありがとうございます。今回のテーマはアイスホッケーのスケート靴について話をしていきたいと思います。はい、というわけで前回前の動画では僕がアイスホッケー選手からアイスクロスに競技転向して新しいチャレンジを始めたっていう形で動画を作ってたんですけども、まあ、僕の YouTube ご覧にいただいている方っていうのはほとんどがアジアリーグでプロでアイスホッケーをやってたっていうことを知ってくれている方がほとんど視聴者さんだと思うんですね。なので今回はマニアックな話になってくるんですけど、用具の話第1弾としてまず最初にアイスホッケーのスケートの話についてやっていきたいと思います。それでですね、僕の動画では、マニアックな話になっていくとは思うんですけど、まあ、初心者でこれからアイスホッケー始める人とか中級者で、まあ、用具何使ってもこだわりないとかいう人に関しては僕の動画見ても多分ちんぷんかんぷんでわからないことばっかりだと思います。まあ、上級者とかこれから、プロを目指すとかやってる人に関しては僕が、してきた、経験を話して何かこうプラスになればいいなと思ってます。僕の最大の強みとしては、アジアリーガーとしてやってきて、10年間自分でスケートのメンテナンス、用具のメンテナンスを自分でやって、自分で試してセッティングしてきたっていうことがあるので、そういう経験を持っている選手っておそらくほぼいないと思うんですよね。だからそういう面でも僕がこう用具について話していける内容っていうのはあると思うので、そういうことをこう発信していければなと思って、今回やります。最初スケートの話から入っていくんですけど、用具こだわりを持ってやっていくっていう中で、まあ、最も大切なことというか、分かって理解してほしいっていうことが、一番重要なことがあるんですけど、それに関して、まず話をしたいと思います。でこれ用具を使うスポーツって、まあ、アイスホッケーってアイススケート使って防具身につけてスティックも数々いろんなのがあるっていうと思うんですけど、まあ、これ一般的に見ると、まあ、例えば車を買うときにグレードが違ったりオプションつけたりとかってあると思いますし、ゴルフのクラブ買うときにシャフトが柔らかいとか硬いとかもいろいろあったりとか、今で言うと駅伝、この前あった駅伝とかでナイキのあのカーボンのプレート入った靴があるじゃないですか。ああいうのでバネ靴みたいな感じで言ってましたけど、タイムが伸びるとかっていうことに関しては最終局面の大事なところっていうことで覚えておいてほしいと思います。一番重要なのはこれ念を押して言いますけど、物よりも技術力スキルの方が圧倒的に大事だっていうことを覚えておいてください。技術力スキルがちゃんとあって最後に物に、物の究極の部分を使うっていう形になってくると思うので、そこを勘違いしないでほしいと思います。用具が先行して練習をおろそかにするとか物に頼りすぎるっていうことをやってしまうと、そっちばっかりに集中して肝心な練習をしないっていう形になってくるのはすごい困るし、絶対レベルも上がっていかないと思うので、最終手段というか最後の例えば最後の一滴絞り出すとか最後の究極の場面で届くか届かないとかの判断になると思ってくればいいと思います。はい、というわけで第1弾の話としてはスケーティングが速い選手の驚きの共通点という形で第1回目のテーマとしてやっていきたいと思います。はい、それで最初に見てほしい動画があるんですけど、 NHL のオールスターゲームの前にあるスキルコンペティションってものがあるんですけど、そこでファーストスケーターって一番速いスケーターを決める一周回るものがあります。3年連続コナー・マクデビットっていうカナダ代表の若い選手が一番速い13秒台の前半で走るっていうのを3年間連続で今までは来てます。まあ、もちろんアイスホッケー詳しい方っていうのはコナー・マクデビットが足が速いっていうのは分かってくれてると思うんですけど、まあ、その中の動画をまず見てほしいと思います。今シーズンの2020年の、オールスターの、ファーストスケーターっていう動画なんですけど、まずこちらを見てほしいと思います。It's been impressive to watch these guys. I'm interested to see what Eichs does here as well, especially with McDavid. So it should be a fun one to watch these last couple guys. He's going. Thanks, Mitchell. Thank you. He's going. Jack Eichel finished second to McDavid. Matthew Barzal of the New York Islanders. He will be followed by Connor McDavid. Chris Kreider with the time to beat of 13.509. Barzal NHL Rookie of the Year two seasons ago. He's moving.
Barzal takes the lead. Well, New York, New York. Barzal and Kreider, 1-2. Connor McDavid, three-time defending champ. The time to beat, Matthew Barzal, 13.175. He's got to go. He's got to go. Here comes McDavid. And he cannot do it. So Matthew Barzal. はい、という形で2020年のオールスターゲームスキルコンペティションのファストスケーターっていう、動画を見てもらいました。で、絶対最後の3人っていい争いするからそういう風に、並べてるっていうのは分かってもらえると思うんですけど、この3選手の共通点としてあるものがあって、動画の一部分から切り取っていきたいと思うんですけど、これ見てほしいと思います。で、これ見てもらって分かる人ってかなりマニアックだと思うんですけど、これちょっともっと寄って、見たいと思います。はい。で、ここの動画見てもらって、静止画ですけど、分かると思うんですけど、これ、分かりますか？この一番上のレースホール、通してないですよね。これ、ジャック・エイコーの動画なんですけど、これを切って見せた写真ですけど、この一番上のレースホール通してないんですよ。で、これ最後に出てきた3選手全員通してないんですよね、このレースホール。わかりますか？これ、紐結ぶのに最後のスケートの1段のレースホールが、この3選手に関しては通してません。はい。で、これ、国内のトップ選手でも通してない選手がいて、アジアリーグで、やってても、クレーンズの上野弘樹選手ってめちゃくちゃ足速い選手ですよね。彼も一番上のレースホール通してないんですよ。で、王子に久慈修平選手っているんですけども、まあ、とても有名な選手で、彼も、一番上のレースホール通してないです。で、二人とも足めちゃくちゃ速いんですよね。本当にその一番上のレースホール通してないっていうのは、これも NHL 選手もそうだと思うんですけど、絶対理由があって通してないと思うんですよ。その、最も多分大きい理由としては足首の可動域だと思うんですよね。で、1個通さないことによって足首の動く角度っていうのがすごい変わるので、そういう意味でも一番上のレースホールを通してない理由があるんじゃないかなって僕は思ってます。はい。それでやっぱり最後のレースホールまで締めてがっちり、紐を結んで強く結ぶと、確かに安定性って、その立ってる時の安定性とかは増えると思うんですけど、まあ、これ手首で表して分かってもらえてますけど、ここに例えばこうテーピング巻くとするじゃないですか。これテーピング、この手首の一番上のギリギリまでこう巻いてこうギュッて縛ったら、これ動かないですよね、手って。これでもこれ例えば一段下げてギュッて締めても、この手首って動くようになるじゃないですか。もうそれと絶対同じだと思うんですよ。なので、一番上を一番上を通さない、紐を通さないで縛ることによって、足首の可動域が絶対増えます。で、そういうこともあって、スケートを、触ってるというか、自分好みに、結んでるとは思うんですけど、まあ、この足速い選手、最後に出てきた3選手もそうだし、アジアリーグで足が速いって言われてる選手も一番上を結んでなかったりするんで、そういうことを、一つ試してみてもいいと思います。今回の動画では一番最初なんで、スケーティングの速い選手の驚きの共通点っていう形で、一番上のレースホール通してないっていう形で今回は終わるんですけど、次回以降はもっと深掘りした話をしていきたいと思います。まあ、僕の動画ではかなりマニアックな話になっていくんで、これから先もっともっと分かんなくなっていってしまうかもしれないんですけど、まあ、用具のこだわりも持ってやってきた、自分としては、こういう用具の話をする方が、見ていただいている方は面白いと思ってもらえるともう思うので、そういう見方でもアイスホッケーの楽しさっていうのも伝えていければなと思ってます。まあ、もちろんアイスクロスにも、共通点があって、用具によって違ったりとかするんですけど、そういうなんか共通点とか違いとかも後々は話していければと思います。できればですね、チャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。これからもね、防具のこととかアイスホッケー、アイスクロスに関して配信続けていきたいと思いますので、皆さん最後まで見てもらえると嬉しいです。今回は、速いスケーティングができる選手の驚きの共通点という形でやっていきました。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。